この動画は、ブログの記事の説明を補助するために作成した動画です。また、記事のアドレスは、説明欄に記載していますので、よければどうぞ。PC 正常性チェックアプリで、こんな風になっていると、物理的なパース交換も必要な場合がありますが、セキュアブートなどだけで Windows 11にアップグレードできずにいる場合は、BIOS のアップデートや、Windows の再インストールをすることで、Windows 11にアップグレードできるようになる場合があります。セキュアブートのところだけで Windows 11にアップグレードできなくなっている場合は、UEFI で Windows を再インストールすることで、Windows 11にアップグレードできる可能性があります。そして、Windows が UEFI でインストールされているかどうかのチェック方法は次の通りです。Windows が UEFI でインストールされているかどうかのチェックは、左下の検索の窓にシステム情報と入力し、システム情報を起動させてチェックします。システム情報の画面で、BIOS モードのところが UEFI になっていれば、Windows が UEFI でインストールされていますので、一度 BIOS の設定や、パソコンが Windows 11にアップグレード可能かどうかチェックしてみてください。もし、BIOS モードのところがレガシーになっていれば、Windows を UEFI でインストールし直すことで、Windows 11にアップグレードできる可能性があります。また、Windows 11にアップグレードすることで、今まで使えていたアプリなどが使えなくなる可能性もあるので、その場合は、Windows 11に対応できるアプリへの買い替えなどを検討する必要があります。ブログでも書きましたが、このページで Windows 11のバージョン 24H2 で使える CPU として、Intel の第8世代から第10世代の CPU が削除されています。ただ、OEM は、新しい Windows 11デバイスに次の CPU を使用できます。とある通り、これは富士通や東芝など、PC 製造メーカーに向けてのメッセージです。なので、もし CPU を交換して Windows 11にアップグレードをお考えの場合、一般ユーザー向けの Microsoft からのメッセージではないので、今のところ気にする必要はないと思います。